倉か。よかった、無事だったんですね。ああ、鹿丸も来てたんだ。たまたま居合わせててな。里に大きな被害が出てしまったな。くそ、綱手様。今動けるものを2体に分けろ。一つは暁の討伐隊、もう一つは里の救援隊だ。速急にこの状況を打破する。各自に全力を尽くせと伝えろ。はい。ご苦労なことだが、結局それは無駄なことだ。こいつらは。鼻と耳にピアス、そしてみんなが。お前が暁のペインだな。すでに俺の情報が入っているようだ。ジライアが残してくれた情報だ。フッ、ただでは死ななかった。さて、単刀直入に聞こう。渦巻きナルト、キュービはどこだ。さあね。もはやキュービをかばったところで無意味。我々の前ではいかにお前たちであっても神の力を前に人はただ逃げ惑う。ならば我々に屈服し従順にあった方が得策だと思う。なめるな。我々の先代たちが求め維持しようとしてきた平和を崩そうとするお前らが。思るな。こいつなんてチャクラをしてやがる。これがリネガの力。お前たちの平和が我々への暴力なんだ。確かに、かつてこの葉隠れがやってきたことは全て正しいとは言えない。だが、お前たちのこんなやり方は許せない。言葉に気をつける。これは神からの最後の警告だ。ナルトの居場所を言え。今は我々の持てる力全てを注ぎお前たちを叩く。それに、お前は一つ勘違いをしている。勘違い？お前たちが一番欲しがっているものは。木の葉の忍びがナルトをかばいきれると思っている。それは違う。ん？ナルトは強いぞ。師匠。平行線だな。このままでは無駄に時間が過ぎるだけ。強引に口を割らせ。師匠、加勢します。俺もやるっす。ペイン、貴様の行いを許すわけにはいかん。今ここで五代目火影としてあいつの友として貴様を撃つ。さすがは三人さ。お前たちはここで。それはどうかな。いつの間に。妙木勢。何？こいつ一瞬で頭の中を読み取ったってのか。どうやらここにはナルトはいないようだな。妙、確かガマの隠れ里だったな。ここを探しても無駄だったということ。神の前ではいかなる策も通用し、圧倒的。お前たち大国が証明してきたことだ。お前たちはこの世界の主役だと思い上がり、死を遠ざけていたんだ。人を殺せば憎しみがこの二つをつなぎ合わせる。ざれ言をペラペラと。戦いとは双方に死を、傷を、痛みを伴う。
私たち大国も痛みを受けてきた。言いがかりをつけてこんなことをするのはやめろ。少子、痛みを感じる、痛みを考える、痛みを受け取れ、痛みを知る。まだ何かするつもりか。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。ヘイ死者、奴を追え。絶対にニュースだ。